源義家、源義家は、平安時代後期の武将、伊予守、源、頼地の長男、八幡太郎の通称でも知られる。後に、鎌倉幕府を開いた、源頼朝、室町幕府を開いた、足利尊氏などの祖先にあたる。比叡山等の豪祖の頻発に際し、その鎮圧や白川天皇の行行の護衛に、 活躍するが、道の区国主となった時、清原氏の内紛に介入して、五三年の役を起こし、朝廷に地後承認を求める。その後約十年間は閉塞状態であったが、白川法皇の意向で、陰象伝を許された。その活動時期は、節棺政治から陰性に移り変わる頃であり、政治経済は元より社会秩序においても、大きな転換の時代にあたる。 このため歴史学者からは、吉家は、信仰武士勢力の象徴ともみなされ、五三年の役の朝廷の扱いも、白河院の陰謀、石管家の陰謀など様々な憶測がされてきた。生前の極意は、西洋にした。生没とも諸説あるが、六十八歳で死去とする資料が多く、没年は、資料としての信頼性が最も高い、中期過剰元年。 1106年7月15日上から逆算し、長略3年、1039年の生まれとする説が有力である。源のよ地下の長男として、河内源氏の本拠地である、河内国石川郡つぼい、大阪府羽び野市、つぼいの航路法の館に生まれる。陽名は不動丸、または玄太丸。7歳の春に、山城国の岩清水。 やわたで減服したことから八万太郎と称す。陳府将軍、武津守に任ぜられた父、頼近が安倍氏と戦った前九年の役では、天行五年、1五十七年十一月に数百の死者を出し大敗した後悔の戦いを経験。その後では国の清原氏の応援を得て頼近は安倍氏を破った。しかし、欧州あと年期。 続軍書類中収録には、清原武平の乳母の千人に、何時が父よ地か、佐田党、胸党を打ち絵ずして、名簿を下げて古新将軍、真珠府将軍、清原武則を語らした祭り。一重にその力にてたまたま佐田党らを、打ち得たりと言われて激怒したことが載っているが、名簿、名簿を差し出し、進化の礼を取ったかどうかは、ともかく、 それに近い平身抵統で参戦を頼み込んだことが分かる。公平6年、1063年2月25日に、吉家は十五位した、では守るに除任された。しかし、出羽国は、その清原氏の本拠地である。清原武則には、全9年の役で頭を下げた経緯もあり、治療としての任国経営が思うに任せなかったのか、長野軍祭には、翌公平7年、 1064年に朝廷に、腰中守への転任を希望したことが記されている。ただし、それが承認されたかどうかは不明である。この年、吉家は在京しており、美の国において、美の源氏の祖、源国ふさと合戦している。延久2年、1070年に、吉家は、下の守となっており、道の区で印と国庫の鍵を盗んだ、藤原元道を捕らえたことが、 不創略期八月一日上に見える。当時の陸守は山と源氏の源のより年で、即今もない御三条天皇が、来春らに北陸奥の征服を命じており、北陸奥の征服、遠急江戸合戦自体は成功したが、この藤原元道の苦段のためか、来春には恩賞はなく、その後の受領人間も記録には見えない。上略三年。 1079年8月に、美濃で、源の国房と盗乱を起こした右平営、源、重宗、清和賢治万清流四代を官名により追悼。栄法元年、1081年9月14日に、ケビー氏と共に、御城寺の悪僧を、追捕、不僧略起。同年10月14日には、白川天皇の岩清水、八幡宮行,行行に際し、御城寺の悪僧。 総兵の襲撃を防ぐために、弟、玄義綱と二人でそれぞれの老刀を引いてを護衛したが、この時、本官、官職がなかったため関白、藤原諸舟の戦具の名目で護衛を行った。さらに帰りが夜となったので、義家は、側退、朝廷での正式な装束から非常時に戦いやすい、ふい、恋、常服に着替え、急戦を対して、 白川天皇の乗り越しの傍らで警護にあたり、藤原為房の為房狂気には、不意の武士、高連に故障、故収す。未だかつて着飾ることなりと書かれている。12月4日の白川天皇の春日社行校に、際しては、吉家は甲冑をつけ、急戦を対した100名の兵を率いて、白川天皇を警護する。この段階では苦行たちの日記、水先などにも、 近日の例と書かれるようなり、感触によらず、天皇を敬語することが普通のことと思われ始める。後の北面武士の下地にもなった出来事である。この頃から吉家、義公兄弟は白川帝に近似している。永法三年、1083年に、陸守るとなり、清原氏の内紛に介入して、五三年の役が始まる。 ただし、この合戦は、朝廷の追悼官府による、交戦ではない。朝廷では、漢字元年、1087年7月9日に、欧州合戦停止の漢詩の派遣を決定した事実も、あることから、五二条市通記には、この戦争は、吉家合戦と市戦を匂わせる書き方がされている。五三年の役において動員した兵は、石出の国画軍勢の概念に沿って分類すれば、 国主軍の館の者とも、つまり、受領国主の指摘労働として動員した近畿から美野、そして、相模国の武者と、清原市勢力外の道の区南部の国の兵とも、地方豪族軍として、道の区奥六軍の南三軍を中心とした、藤原清平の軍と、出羽の義彦秀武の軍からなると思われる。 最終局面での主要な作戦が、吉彦秀武から出ていること、及び、前9年の役の例を勘案すれば、最大兵力は、秀武の軍、次に清平の軍であり、国主軍は、道の区南部の国の兵ともを加えたとしても、それほど多かったとは思えない。漢字元年11月に、吉家は、出は金沢作にて、清原武平、清原家平を破り、 12月、それを報告する国会の中で、私の力を持って、たまたま、打ちたいぐることを得たり、早く追悼の官府を賜り手と、後付けの追悼官府を要請するが、朝廷はこれを下さず、非戦としたため恩賞はなく、活力漢字2年、1八8 8年正月には、ぶつ守るを悲鳴される。何よりも道の区国のつわものを動員しての戦闘であり、 吉家自身が国会の中で政治をとどめて人へにつわもの、兵を整え、と述べているように、その間の道の区国に定められた官物の功能は滞ったと思われ、その後何年もの間催促されていることが、当時の記録に残る中浮永長1 9 6年12月15日上、永長2年、1 9 7年2月25日上、当時の法制度からは、 定められた官物を収めて、受領工課程に合格しなければ、新たな官職に就くことができず、吉家は、官位もそのままに据え置かれた。漢字五年、1九9 1年6月、吉家の老党、藤原稔清と、弟、玄義綱の老党、藤原の力与が、河内国の所領の領有権を争い、吉家、義公兄弟が兵を構える事件が起きた。義は、 同年正月に、藤原諸種が、設江に散大する際の行列の仙具を務めたほか、翌漢字6年、1092年2月には、藤原忠種が、春日祭司となって、奈良に赴く、際の経営、漢字7年、1093年12月には、源の歳久の経営の三大の際に仙具を務める、などが、苦行の日記に見えるが、吉家の方は長寿元年。 1104年までそうした活動は記録にない。漢字七年十月の時幕で、義校は、武奥守に就任。翌八年、加宝元年、千九十四年には、出は守を襲撃した在地の開拓領主、平諸太を老頭に追部させ、十四位上に除されて官位は、兄と並び、翌加宝二年、千九十五年正月の時幕で、事実上、武奥守よりも、 格の高い身の守るに就任する。ところが、その身の国における比叡山両荘園との争いで、僧侶が死亡したことから、比叡山側は技巧の配慮を要求して、豪祖に及ぶが、関白、藤原氏通りは、大和源氏の源の寄と技巧に命じて、それを実力撃退する。この時も、比叡山延暦寺、日吉社側の新人、大衆に死傷者が出、 比叡山川は朝廷を図書した。さらに四年後の聖徳三年、1999年6月に、当事者の手数が三十八歳で用を去ったことであり、朝廷は、比叡さんの図書の恐怖におののいた。この苦難の影響か、この後技校が受領に任じられることはなかった。吉家は、後三年の役から十年後の聖徳二年、198年に、共作不交換早急うんるん、ゼマエ、 宇都森吉や阿蘇泉九国九時、地木以前日、創業なり、九段寺雄院御景色なり、左大使、広瀬親構想、中央期正月二十三日上と白川法王の、以降と正月に、宇都守る時代の官物を関西したこともあり、やっと受領校課程を通って、四月の正地木で正四位下に、昇進し、十月には、印象伝を許された。しかし、 その白川法王の強引な引き上げに、当時すでに形成されつつあった価格に関わる区業は、反発し、中見門右大臣、藤原宗忠はその日記、中浮聖徳2年10月23日の裏書きに、吉江阿孫は、天下第一武勇の死なり、昇殿を許されるに、世人関心せざるの気あるか。ただし言うなかれと書く。郊は3年、1101年7月7日、 次男の津島守、源義鹿が、鎮税において、太罪第二、大江正房に告発され、朝廷は義家に、義鹿将官の命を下す、との歴。しかし義家がそのために派遣した老党の須藤元道、山内須藤氏の祖は、翌後は四年、1102年2月20日、義鹿と共に、義鹿将,将門の管理を殺害してしまう。月日ついに朝廷は、 吉地下の沖入ると、地通の東国を決定する。中雨期によると、長治元年、千百四年十月三十日に、吉家、義公兄弟は揃って、延暦寺の悪僧追舞を行っているが、これが、吉家の最後の公的な活躍となる。過剰元年、千百六年には別の息子の源の、吉国、足利氏の祖が、おじで、吉家、義公の弟、 源、義光等と日立国において合戦し、6月10日、日立合戦で、義家に、義国を召し新臓与党の命が下される。義国と争っていた義光、平十三期等にも捕獲命令が出る中で、義家は、同年7月15日に68歳で没する。翌日、藤原宗忠は、日記、中雨記に、V 殿下に密。 誠にこれ大将軍に足るものなりと追悼する。死後は三男の源義忠が、家徳継承し、川内源氏の統領となった。翌年の過剰二年、1107年12月19日、沖に配慮されていた源義鹿が、出雲国木大を殺害し、周辺諸国に義鹿に同心する動きも現れたため、白川法皇は、 稲葉国の国主であり陰近親でもあった平正森義近の追悼を命じる。翌年の天人元年、1108年1月29日に正森は義近の支給をもって刑に外戦し、正森が白河院の総賀として脚光を浴びる。この外戦に対して藤原宗忠は中浮きに小吉エア村は年代武者の長者として多く無罪の人を殺すと云々。 赤薬のあまり、ついに子孫に及ぶかと知るす。天人2年、1109年、吉忠が、老刀の平成未期に暗殺される事件が発生。犯人は義公とこの源の義明とされ、義地の子、源た義が義公一族を追悼。義公は佐渡島へ流され、義明は殺害された。天正2年、1132年に義公も追悼を、受け自殺。 家徳はためよが継いだが、吉光は吉国や吉忠の維持、川内渓谷、ためよの子、源、吉友などは、関東へ下り勢力を蓄え、総尊で吉友の子、源頼友が、鎌倉幕府を築く元となる。戦後初期の歴史学者の中での通説となったものは、石本忠しの中世的世界の形成をベースに、 古代支配階級である貴族や宗教勢力に対して新たに発生した在地領主層、封建的能度主階級武装した者が武士であり、その信仰勢力、武士階級が古代支配階級である貴族や宗教勢力を排除し、鎌倉幕府という武士階級を中心とした中世、世界をもたらしたという歴史観であった。当時の学説では、 武士はその在地領主をベースとしたものであり、平野正門や藤原秀里などは、学会用語としては、武士ではなく、その前段階の、兵、つわものと言われていた。両者の違いを、竹内理蔵は昭和40年、1965年に、このようにも説明している。兵と武士の相違を、今一度述べれば、兵は所住、諸獣、獣者を持つが、兵の上に、兵はいない。 つまり、重層的な階級性がない。彼らは、それぞれ一個の独立した力量で従者を従えた、もので、支配の組織を持っていない。ところが武士となると、その下に老頭があり、さらにその下に老頭があるという具合に支配関係は、重層的であった。日本の歴史大六官、武士の登場、中央公論者。そうした、重層的な階級性は、 ちょうど義家の頃に見られるようになり、その背景には、地方経済社会での大きな変動、在地での有力者は他と、不明、高電受け作経営者から、在地領主、諸領強者へと変化があったと考えられている。そうした歴史の大きな流れの中で、新興勢力、武士階級と古代支配階級の最初の衝突、抑圧を、源の吉家の中に見ようとする傾向が大勢を、 締めていた。昭和41年、1966年の安田、元久、源義家、吉川博文館も、そのような視点から書かれている。その最初の衝突、抑圧の具体例として挙げられたのが、5三年の役で勝利したにもかかわらず恩賞が与えられず、礼遇されたこと、そして、義家に対する荘園疫神が禁じられたことなどである。さらに、 義家の死後の川内源氏の内紛の中で、孫の源のため吉が意図的に取り立てられ、一層、川内源氏の結束が乱された。さらにそのため義も礼遇されて、一生受領にはなれなかったなどとされた。白川法王や石棺家など、当時の支配者が義家を危険視したという竹内理蔵、安田言及の論は、 当時の国土のほとんどが荘園となっていたという認識を前提としている。そうした状況の中で、吉家はその荘園の最上位の所有者層に割り込み、白川法王や石関家など、王家、上級貴族の経済基盤を脅かしたというものである。例えば竹内は昭和40年の武士の登場の中で、諸国の百姓から田畑の寄信を受けて、 貴族と同じ荘園領家化することは、上皇を含めての貴族層にとっては耐え難いことであったと説明されている。しかしこの論は、1970年代以降の荘園子研究の進展から、三つの点で見直しが必要とされている。その一つは、阿網野義彦の昭和44年、1969年の若狭国における、 荘園制の形成や石進むの昭和45年、1970年の陰性時代、昭和53年、1978年の相部の武士団、鎌倉武士の実像収録における、大田文の詳細な研究から、荘園が最も盛んに立創された時期は、12世紀中央以降の、とは、小白川陰世紀であり、 さらにその大規模荘園の乱立が完了した十三世紀においてさえ、荘園量と国画量は地方により相違はあるものの、平均すれば六対四と、ほぼ半々であることが明らかになった。石進は、昭和六十一年、1986年4月の中世の村を歩く寺院と、荘園、中世の村を歩く収録において、石貫時代の成立とともに、 全国度が荘園となったという従来の説には、とても従えないのであると書かれている。二つ目は、貴族と同じ荘園領家か、石井進む上級貴族たちと同じように、荘園領主、安田元久と、荘園支配の階層の最上位に、吉家がなっていったとみなしていることである。荘園支配の階層には、荘園領主である、本所や領家、その代官である。 預かり所、現地での実質支配者で多くの場合、新者である、商事、ゲスの三段階があるが、その最上位に、検問と言われる、上皇を含めての貴族層や、大臣院、神社が位置する。1960年代には、吉家が、その最上位に検問を押しのけて、あるいは新たな検問として、割り込もうとしたかのように捉えられていたが、これは、高高四位の初代部、 受領僧である吉家には考えにく。福田豊彦は昭和49年1974年の王朝国家をめぐって、東国の平乱と物のたちに収録という論文で、荘園寄進の対象、本家、両家ではなくて、寄進にあたっての媒介の役割を果たした、貴族僧、預かり書などとの接点で考える必要がありそうに思いますと述べている。 また田中文秀は、平成9年、1997年に書いた、論文、川内源氏とその時代、陰性とその時代に、収録において、吉井家が立証して、石管家に寄進し、自らは、預かり書となって、それを、この西門の城吉時受け継いだものかと推測する、石川僧が、かなり広い地域の中に散在する数町から小さい、ものでは、数段、 つまり数十国から数国ぐらいの田畑の寄せ集めの様相を示していることを紹介している。漢字五年六月の吉江の老党と義公の老党の河地国の所領の領有権争いはこうした小さな単位の田畑をめぐって争われたものと思われる。この傾向は近畿一帯に共通する性格であり、十二世紀中頃以降の東国などに見られる大規模奇神経症炎と 同一視することはできない。次に、吉家に対して、随病の入京禁止令、吉家の土地の寄進禁止であるが、これは、漢字5年6月に、吉家の老党、藤原実清と義校の老党、藤原則清との間での河内の所領の領有権を巡る争いか、吉家、義校が兵を構える事態となり、刑が騒然としたことに関する、当時内大臣。 藤原市通の日記、五二条市通記と鎌倉時代後期に、それまでの初日記を編纂した百勝、百連章、百連衆に見える記事である。両資料は、片方は一次資料であり、もう片方は、約二世紀も後での二次資料である。吉家に対して、随病の入京金指令と言われるものは、百連章の、前むつもりや、兵を従えて刑に入ること、を停止であるが、 同じ事実を、五二条四通記には、諸国国四随兵止めらるべきの官府とある。諸国国四随兵止めらるべきは、吉家に対して、随病の入居禁止とは全く異なる。もう一つの、吉家への土地の寄進禁止は、百連章には、同じ漢字五年六月十二日のこととあるが、五二条四通記には、その記述はない。代わりに、 翌年の漢字6年5月12日上に、吉家が構え立した荘園が停止されたことが記されている。この件は、安田元久も、百連勝には疑いを拭いきれないようで、昭和49年の日本の歴史遠征と平家の中で、もし、百連勝に言う措置が取られたのであれば、それは、左大臣、都市夫妻以下の苦行たちが、関白もロザネと共に取った承知であって、 上皇の意思から出たものではなかったことになる。と微妙な書き方をしている。関白、藤原諸真は、五二条市通記の藤原市通の父であり、市通りはその苦行議定に内大臣として出席しており、当時の苦行の日記の書き方から、五二条市通記、漢字五年六月十二日上は、その翌朝に書か,かったものと推察できほぼ、リアルタイムとみなしてよい。もし、 百連勝に言う措置が取られたのであれば、左大臣が白川法王に上奏し、院の意向が苦行議定に伝えられた後に関白が介入したことにいるが、当時の感想の手順から不自然感を免れない。もしあったとすればその関白の息子である、市通が、その変則介入を日記に書かないなどということがあるだろうか。安田の疑いは、その点にも及んでいると思われる。 この件に関して、本木康夫は、平成6年、1994年の武士の成立で、約1年を隔てた2件の事柄をまとめて、編集してしまった可能性があると指摘している。なお、以下は、本木の指摘ではないが、百連勝の偏社の認識の誤りはこれだけではない。もう1件は一時資料である複数の苦行の日記と相違している。なお、 ご三年の役で勝利したにもかかわらず恩賞が与えられなかった点に関しては、本来朝廷の命令、官府なしに合戦を起こすことは当時でも違法行為であり、合戦の途中においても、欧州合戦停止の監視の発見を決定したりしている。したがって、追悼の自後承認を求めたのに対して、これを拒否したのは不思議ではない。さらに当時は、在下であるより以前に、 朝廷の諸行事の装飾の基調にして重要な材料であり、ほとんど道の区からしか手に入らなかった砂金の踏み継ぎ金を起こしている。これは、租税密集以上の朝廷の諸行事に支障を起きたす大問題であり、そのために朝廷の苦行議定で議題に上がっている。受領の勤務表情である受領効果定を10年も通らなかったのは当時の制度に沿った承知であり、 吉家だけがそうであったわけではない。白川院が、院近審であった国主を、受領工過程を経ずに同じ国でそのまま、住人、他国に転ずる、より利益は大きいさせようとしたのを、藤原氏通が猛反対して諦めさせたことまである。その幹物未審の決着に十年がかかるが、それが、やっと完済できたのかどうかは、記録がないが、その合格は内大臣。 藤原宗忠の日記である、中雨期、聖徳2年正月23日上には、九段寺遊院御景色なり、つまり、白川法王の遺行であったことが記されている。前九年の役の時、天行五年十一月に、数百の死者を出し大敗した、後悔の戦いで、わずか六期となって逃れたが、その戦いの中で、将軍の長男、吉家、 行有絶倫にして、記者することが身のごとし。白刀を犯し、面がこよつき、族の左右に入れて、大矢尻の矢を持って、しきりに、族の死を射る。やむなしく立たず。中たるところ必ず倒れぬ。雷のごとく走り、風のごとく飛び、人無命よなり。と、道のく話きにある。同じ、道のく話式には、 その後、清原武則が、君が陰勢を試さんと発す。いかに尊うと、吉家は、善死と。そこで武則は、元気こう、かぶと、と読むが、鎧のことか三両を重ねて、これを木の枝にかかる。吉家は一発にて、こう三両を貫かせしむ。武則は大いに驚いて、これ神明の変化なり。兄凡人の耐えるところならにや。よろしく武士のために起伏するところ。 格のごとしと語ったという逸話がも残る。吉家が2歳の時に用いた玄太が産ぶという鎧と生け取った敵千人の首をひげごと切ったことからひげ切れと名付けられた刀は川内源氏着手に伝えられる宝となり後の平治の乱では源頼朝が用いたという逸話が鎌倉時代初期の平治物語にある。これは源頼朝が 現氏の着流であると印象づけるための創作と言われている。鎌倉時代中期の説話集、古今著文集には、前九年の役の後、捕虜となった後、家来とした、事実ではないが、安倍宗党との話がいくつかあり、社芸に比で、意味もなく、動物を殺そうとしない、優しさ、さらにいた矢を取ってきたかつての敵、宗党に背中を向け、背負った矢入れに入れさせた豪胆さ。 さらには、人通力まで備えた超人的な武士として描かれている。しかしその一方では、以下のような伝承も残されている。今用古いの五白川法王が編纂した、両人秘書巻、第二にある、わしの住む山には、外手の鳥は住むものか、同じ木、源氏とも同世ども、八幡太郎は、恐ろしいやは、そのような言い伝えを反映しているもと思われる。それらの伝承は、 平安時代末期から鎌倉時代初期にかけてのものであるが、同時代の藤原宗忠がその日記、中記に、小吉家屋村は年代武者の長者として多く無罪の人を殺すと云々。赤薬のあまり、ついに子孫に及ぶかと記したことも合わせ考えると、それらの説話も個々には事実ではありえないが、当時の刑の人間の吉家館として、吉家の実像の一面を伝えているようにも取れる。 後三年の役が視線とされて恩賞が出なかったため、吉家は河内石川荘の自分の資材を投じて、部下の少子に報奨を与え、武家の刀領としての信望を高めたと言われる。ただし、平安時代末期の欧州後三年期には、その記述はない。後世では、東国における部門の習いは吉家が整備したと言われ、その名声は、部門の刀領としての血脈としての評価を一層、 高めること取ったというのは、主に南北朝時代の末に、吉家の子孫である、足利幕府の正当性を謳うために書かれた、源の武士にある、初夏やから、源家将軍を代々に用と方行箱のゆえなり、からの派生。足利氏に伝わる伝承としては、我七代の孫に生まれ変わりて天下を取るべしという、八万伝、吉家のお気分が、足利家に伝わったとされる。 義家から七代目にあたる足利家時は、自分の代では達成できないため、三代後の子孫に、天下を取らせよと祈願し、願文を残して自害したと、南太平記にある。足利高氏が、北条氏だ等に立ち上がったのは、家時から三代後の子孫として、それを見せられたからであり、南太平記の著者、今川良春も、自分もそれを見たと記している。しかし、 沖文が着流でなく防流の足利氏によって継承された理由は説明されておらず、かつ着流の子孫である頼朝によって天下取りは吉家から四代目で達成済みである。そもそも吉家の時代に天下を取るというような概念はない。吉家の名声を恐れた白川法王や石管家の陰謀によって川内源氏は凋落していったとされるのは主に戦後である。 現在研究者の間では、本校で紹介したような見直しが行われているが、その陰謀説は未だに非常に根強い。吹く風をなこその咳と思えども道も背に散る、山桜かな。八幡太郎1912年の尋常小学生下に発出。敵とは、安倍貞党で、衣川関を捨てて敗走する、安倍貞党を追う源義家が、矢をがいながら、 下の句を歌いかけると、佐田党は即座にその上の句を返したので、吉家は漢字いって、武士の情けと矢を放つのを止めたという話。中世の説話集、古今著文集にある。ただし、江戸時代に、三戸津国が編纂させた、大日本史の段階から、歌う楽は、若者流高塚のせいに出でしなり、ゆえに今、取らず、とされている。 川内源氏の本拠地だった大阪府羽びきの出井に、老門だけが残る源氏の宇治寺の通報寺席近くに、祖父の来信、父の頼地下と共にある。大正四年、1915年11月10日、小像位が追贈された。この日には他にも多くの歴史的人物への蔵位がなされ、父、頼地下も同日に、正三位を贈られている。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。